やーやー雑草です。今回は3回目の買い出しのご紹介となります。今回買ってきたのは、安かったキャベツの馬鍋のタレですね。100円になってたんで買ってきました。もう普通はなんぼなのかわかんないですけど、まあこういうの2、300円ぐらいするんで、業務用スーパーじゃないいいやつは。まあ、試しにちょっと買ってきたっていう感じですね。キャベツ使う。キャベツあった時に使うみたいな。で、もう一つがこのグリルステーキもちょっと安くなってて、基本こういうの買わないんですけど、たまーになんか薄いハムしか食ってないんで、久々に焼いて食べようかなっていう感じで、安くなってたっていうか、まあセールだったので、ちょっと1個だけ買ってきました。で、あとは炙りの照り焼きですね。2切れで146円ですね、税込みだと。まあ、1つ75円ぐらいですね。74円か。こんな感じとなっております。あとは、ここにないんですけど、昨日も買い出しに行ってきて、卵をですね、卵だけ、ちょっと待ってね、ブレてるわ。卵だけ、昨日、まあ、今日5月3日なんで、昨日の夜、卵、181円ですね。そんなに安くないんですけど、卵なかったんで、どうしようも、買っちゃったっていう感じですね。今回のは、まあ、こんな感じで、漬け魚っていうのが、まあ、ブリの照り焼き、2切れで、まあ、146円と、あと、その、ハムですね。62円。あと、つゆが、まあ、税込みで108円で、合計316円の買い出しとなっております。まあ、だから、その、卵を、足すと、まあ、500円ぐらいですね。500ちょっとぐらいですかね。498円か。違うな。487円か。181円だ。8、あ、9円か。わかんない。なんか、暗算苦手なんで、友達には得意って言ってるんですけど、実は苦手っていうか。いや、苦手じゃないですけど、まあ。パッとは思い、今なんですね。こういう、なんか、って感じで。7円、497円ですね。まあ、500円、今週、これ、3回目の買い出し、3週目で、基本的に、あとは、まだ冷凍庫に残ってるのがあるので、今のところ買い足すようなのは、ないですね。あとはキャベツとかそういう野菜と、あと、冷凍食品が、まあ、なくなってきたら、足すみたいな感じですかね。まあ、今回3回目の買い出し、ということで、こんな感じでした。では失礼いたします。このペースなら、まあ、大丈夫かな。多分。っていう感じですね。はい。